人生かけるつもりで食らいついていきたいなっていうふうに思います。この曲はまあシンプルに言えば切ないラブソングなんですけど、まあ恋愛ならではのもどかしさだったり、まあ言いたくても言えない心の声みたいなのをまあ歌っているまあ楽曲になっています。そうですね、まあ結構過去にリリースした曲もまあお二方が関わってくださってる楽曲はすごくかっこいい仕上がりに、なっていたのですごく嬉しかったですし、実際にそのジェイドさんが歌っているデモが来た時は本当過去一今まで好きだったぐらいめっちゃいいなと思ったので、本当プライベートの時間とかでも今移動中だったりもそのジェイドさんのデモを普通に音楽として聴いていたので、まあレコーディングとかもある意味まあ自分の体頭の中にたくさん聴いて入ってた分やりやすかったなっていうふうに思います。そうですね、やっぱりまあジェイドさんは歌もすごくお上手ですし、まあ歌詞だったりあとやっぱ歌の雰囲気っていうのもすごいかっこいいので、まあジェイドさんをまあ真似るじゃないですけど、ジェイドさんが歌ってるように歌うのはすごくレベルが高いことなので、そういった面ではすごく苦戦したんですけど、まあ今回は結構割と感情も入りながら完璧にジェイドさんの歌い方をコピーするっていうよりかはまあ自分なりにどう表現できればいいかなっていうことを考えてレコーディングして、まあジェイドさんだったりもすごく褒めてくださったのでそれはすごく良かったです。まあそうですね、今回はダンスをすごく結構バチバチに踊っているので、それをやっぱ何度も何度も踊ったのはすごくまあ体力的にきつかったんですけど、まあでも本当メンバーみんな今回はダンスですごく見せたいっていう意志も強かったので、毎回手を抜かず本気でベストのパフォーマンスができるように一生懸命踊りました。そしてまあドクタースワックっていうまあ2人に作ってもらって、まあ、カズくん、カイタくん、まあ、僕の1個上でニューヨークから僕が帰ってきた当時からすごく仲良くさせてもらってたんで、まあ、いつも会う際プライベートで会ったりする時もいつか俺らの振り付けしてよみたいな感じで話してたので、まあ、それがやっと実現して、でリハーサルもすごく、まあ、みんなメンバーみんな仲いいダンサーだったのですごく雰囲気のいい中やれましたし、なんかすごい僕たちのことを理解してくれてる分すごい曲にも僕たちにも合ったまた新しい見え方になる、まあ、これを考えてくれたのですごく2人にまあ頼んでよかったなっていうふうにもメンバーで話しました。やっぱりサビが7人の一体感が見えますし、まあ、難しい振りではあるんですけど、なんか今までとはまた違った難しさというか、でもそれが7人で踊った時にすごく映えるというか、なのでまあサビの振り付けがすごく気に入ってます。まあ、そもそもこの楽曲ができた時、まあ、ミュージックビデオを見た時も本当メンバーみんなすごくこの曲にかけたいというか、すごくメンバー自身好きな曲ですし勝負楽曲だなっていうふうにも思っていたので、そうやってまあテレビ番組のオープニングテーマになったことはすごく嬉しかったです。そうですね、まあ、前回のバトルオブ東京があれ、まあ、デビューしてすぐだったので、まあ、まだまだ、まあ、ある意味その何ですか、初々しさっていうか、まあ、ハングリー精神みたいなのはすごくある状態で臨めたんですけど、まあ、このデビューしてから、まあ、3年経ったのでその3年間の成長を見せれる場なのかなとも思いますし、まあ、バトル東京っていうプロジェクト自体もすごく大きくて面白いプロジェクトだと思うので、よりそのバトル東京を盛り上げれるようにしっかりと全力で、まあ、先輩方に僕らがぶつかっていきたいなっていうのを思います。そのまあ題名にもあるように、まあ、バトルなので、そのまあバトル演出をしっかりとこう見に来た方々に伝わるようにというか、
そのバトルっていうものを、まあ、一つのショーとして楽しんでいただけるように自分たちも本気で、まあ、先輩たちに勝つ気で、まあ、勝負を挑むつもりでライブもしたいなっていうふうに思いますし、バトルっていう雰囲気を大切に考えていろいろとライブを作っていけたらなっていうふうに思います。僕とあと、まあ、力也と正弘はニューヨークにも留学していましたし、まあ、その頃からもう海外進出っていうのはすごく自分の中で大きな目標だったので、まあ、それを得てバリスティックボーイズが結成されて、まあ、グループとしての目標も世界進出ということで今までやってきて、まあ、で2年前にアジアプロモーションツアーを行って、まあ、そこですごく日本だけでなく海外のでの活動の輪が広がって、すごくここからどうなんだろうっていう楽しみな気持ちがあった中で、まあ、コロナ禍で一度そういった活動が途絶えてしまったんで、まあ、今回そのタイにで活動するっていう話を聞いた時は、まあ、ある意味最初で最後じゃないですけど、まあ、こんなに大きな、まあ、チャンスをしっかりと、まあ、無駄にしないように確実にここで結果を出して世界進出っていう目標に近づきいきたいなっていうふうに思ったので、すごく話を聞いた時は嬉しかったです。まあそうですね、やっぱりまあ仲間でありライバルにもなると思うので、しっかりそこは、まあ、先輩としてもそうですし、まあ、同じグループアーティストグループとして、まあ、負けないようにっていうのもそうですし、実際にまあお互いに刺激し合って、もちろんお互い成長しながら、そのまあ無駄に時間を無駄にすることないように、まあ、頑張って切磋琢磨してお互い頑張っていけたらなっていうのを思います。ニューヨーク行った時もそうだったんですけど、まあ、まあ国が違うとやっぱり文化も違いますし、もう全て生活全てが変わると思うので、まあ、そもそも向こうで生活するってこと自体が楽しみではあるんですけど、まあ、自分はタイの料理だったりも結構好きだったりするので、プロモーションツアーで行った際もすごく美味しかったですし、すごい街も賑やかでいろんなところに行ってみたいなっていうふうにも思いますし、まあ時間があればですけど、まあ、ゴルフも好きなのでゴルフだったりも、まあ、向こう綺麗なゴルフ場とかもいっぱいあるっていうふうに聞いたので、まあ、行けたら行ってみたいなとは思いますね。結構アジアのアーティストだったりがこう世界にいろいろ広がっていく中で、やっぱり自分たちがいつも目標にしている、まあ、ワールドスタジアムツアーだったりをするっていう目標をまあ叶えるためにはすごく大きな一歩というか、そこに近づけるビッグチャンスだと思いますので、やっぱりそこは、まあ、さっきも言ったように時間を無駄にすることなく、まあ、しっかりとメンバー7人で同じ目標に向かって、まあ、本気で人生かけるつもりで食らいついていきたいなっていうふうに思います。